ヤンマーだけの新機能を採用し、どなたでもロスなく無駄のない収穫が実現。ヤンマーコンバイン YH シリーズに100馬力超えの6、7畳が新登場しました。新型6、7畳コンバインの一番の特徴は、業界初ヤンマーだけの新機能、自動ロス制御を採用。自動ロス制御スイッチをオンにするだけで、小技量と陽動でもみのロスを検知、選別、車速、走塵、風量を自動で調整します。制御レベルはロス低減の重視から作業能率重視までセンターディスプレイで簡単に設定でき、5段階から選べます。この自動ロス制御によって、コンバインに不慣れな人から熟練者まで、どなたにでもロスの少ない高能率作業が楽々できます。脱穀部は能率よく脱穀を行うロング小技道と走塵高処理道の快速20道と、きれいに歯垢を取り除く鮮やか処理道を採用しています。自動制御と相まって、さらに高品質でロスの少ない収穫が実現します。ハンドル真ん中にあるカラーセンターディスプレイでロスや収穫量をリアルタイムで表示、補助ごとに情報を収集管理できます。これによってヤンマーが提供するスマートアシストリモートを使って、登録した補助での収穫量や作業時間など自動で専用のウェブサイトに記録蓄積、皆様の農業経営をサポートします。またもみの排出時は排出王が先端を、更新時には機体後方の状況が映像で確認できます。エンジンはハイパワーと低燃費を実現したクリーンディーゼルエンジン、高出力コモンレールエンジンを搭載、出力101馬力の YH6101 と出力115馬力の YH6115、YH7115、最高作業速度秒速2メートルで力強くスピーディーに、尿素 SCR システムと DPF を装着し、国内特殊自動車4次排ガス規制をクリアした環境に優しいエンジンです。旋回は思いのままに、従来機よりさらに操作フィーリングが向上したヤンマーだけの丸ハンドル FDS で、上合わせから四隅の旋回、隣接上への旋回も思いのままに操作、ぬかるんだ歩上でも優れた旋回性と直進走破性を発揮します。長時間の操作も快適に、ハンドルにフィットステアリングと刈り取り昇降スイッチを配備、ハンドルを握ったまま微調整が楽に。またカスタマイズ機能付きで、好みに合わせて4つのパターンの操作機能に変更できます。主変速レバーはオールマイティシフトレバーで、主な操作がレバーから手を離すことなく行え、油圧サーボ付き HST の採用でレバー操作が軽くできます。シートにはグラマー社製のデラックスシートを採用、高さ調節、リクライニングができるので長時間の作業も疲れを軽減します。またクッションは取り外しが可能で掃除が簡単、交換時のコストも抑えられます。また室電や補助の入り口でも安定した姿勢で作業走行ができるピッチング UFO で、前後左右の傾きを常に自動で感知しますから、室
電や豆腐稲の刈り取り時でも鷹狩りを防止、傾斜のある圃場でも刈り取りながら進入でき、手刈りが少なくなります。刈り取り性能も抜群、プロに満足いただけるヤンマーの最先端技術を満載しました。炭刈り時の缶こぼれを少なくする刈り取りクイックペダルを採用、更新時でも刈り取り部の稲をスピーディーに脱穀部へ送ります。倒伏した稲は主変速レバーの刈り取り変速スイッチをオンにするだけで、刈り取り部の搬送速度が速くなり、本機を停止することなく簡単に能率よく高精度に刈り取ることができます。夜間作業も安心、ワークランプには高輝度ハロゲンライトと LED を搭載しましたから、夜でも見やすく広範囲を明るく照らします。もみの排出もスピーディーに、高速オーガで大容量グレンタンク2000リッターのもみを傷つけることなくわずか90秒で排出、作業時間の効率アップに貢献します。機体後方とコンテナのもみのたまり具合を確認できるデュアルモニターとオーガマルチリモコンで運転席に座ったまま楽々操作、また無線リモコンも装備していますから機械から降りての操作も可能です。もみの排出口は向きを調整することで均一な排出が可能になるオーガシューターを採用、水平になると排出口が閉じもみのこぼれも防止します。また新たなセーフティー機能に手漕ぎ安全装置を採用、手漕ぎ作業時手漕ぎガイドと手漕ぎ操作スイッチの両手操作方式で巻き込まれを防止しますから安心です。日々のメンテナンスも簡単、各部がオープンでき、藁の詰まりや作業後のメンテナンスも簡単に行えます。さらにヤンマーのプレミアム点検パックで、機械を使い始めて約50時間が経過した時と保証期間が終了する直前に点検や診断チェックを行います。大切な機械を長く安心して使っていただくための充実したアフターサービスを提供します。以上、ヤンマーだけの新機能を採用し、どなたでもロスなく無駄のない収穫が実現する100馬力超えのヤンマーコンバイン YH シリーズ6、7畳の特徴をご紹介しました。ぜひご自身でその充実した機能と作業性能をご体感ください。詳しくはヤンマー担当者までお問い合わせください。A sustainable future. Myanmar.